こんにちは、ちよちゃんのお時間です。皆さんの中には Twitter などのネット上でマンボウがすぐ死ぬといった内容を目にしたという方が多いと思われます。しかしこれらの情報のほとんどはデマです。それではなぜこのようなデマが広まったのでしょう。そこで今回はこのデマが広まった理由とマンボウの本当の生態を解説していきたいと思います。ちよちゃんでは生物などを解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。ネット上ではマンボウに関する様々なデマが見かけられます。例を挙げると、まっすぐしか泳げないから岩に直撃して死亡、寄生虫を払うためにジャンプして着水の衝撃で死亡、日に当たっていたら鳥につつかれて死亡、日光が眩しすぎて死亡、寝ていたら陸に打ち上げられて死亡、海水の塩分が肌に染みたショックで死亡、近くにいた仲間が死亡したショックで死亡、びっくりして死亡、前から来たウミガメとぶつかることを予感したストレスで死亡、などなど、これらのデマはどうして広まったのでしょうか。皆さんはマンボウが一度に3億個卵を産み、生き残るのは2匹だけという話を聞いたことがあると思います。しかしマンボウが一度に産む卵の数や生存率について正確に調べた研究はこれまでありません。この話が生まれたのは100年以上前の1921年にイギリスの科学雑誌ネイチャーでシュミットという人の論文が発表された時にまで遡ります。この論文にはマンボウの卵巣内に3億個以上の小さな未成熟の卵が含まれていることを発見したという内容が記載されていたのです。しかしこの未成熟の卵の数は一度に生まれる卵の数とは違います。未成熟の卵はメスの体内で成熟していく過程で卵の細胞数が変わり、また細胞の成熟具合によって生み出される卵の数も変わるためです。魚類は一般的に産卵期に成熟した卵を複数回に分けて産みます。そして未成熟の卵は次の産卵期まで持ち越すことができ、その間に成熟するのです。そのためマンボウが一度に産む数は3億個より少ないと考えられます。そもそもこの論文が3億と推定した根拠自体も定かでないといいます。しかしこの論文を読んでマンボウが一度に3億個卵を産むと勘違いした人たちが、少なくとも雌雄の2匹が生き残れば種として存続できるだろうと勝手に推測したのがマンボウ最弱伝説の始まりです。このことからマンボウが死にやすいというイメージになり、 Twitter などのネット上でマンボウの死因が大喜利化していきました。ですがマンボウは自然下で十分に適応した生物で、特に弱いというわけではありません。海面に体を横たえた姿がしばしば観察されていますが、これは小型の魚やカモメなどの海鳥に寄生虫を取ってもらうため、深海に潜ることによって冷えた体を温めるため、あるいは日光浴による殺菌が目的ではないかと考えられています。マンボウは勢いをつけて海面からジャンプすることもあり、これも寄生虫を振り落とすためだとされています。この時鳥につつかれて死亡、ジャンプの衝撃で死亡、日光が眩しくて死亡するといったようなことは起こりません。マンボウは最大で全長 3.3メートル、体重は 2.3 トンにまで成長し、現在生息している世界最大級の硬骨魚の一つです。成体のマンボウは背中が暗く、腹側が明るい色をしていて、これはカモフラージュの効果があり、外敵から見つかりにくくなっています。そして毛状コラーゲンを大量に含む皮膚は、特に腹側の厚さが最大 7.3 センチにまでなり、鱗の代わりに細かい突起と粘液の層で覆われています。このため成長してしまえば、その巨体と分厚い皮膚のため天敵が簡単に襲うことができなくなるのです。またマンボウの稚魚から幼魚にかけての間は体に小さなトゲがたくさんついています。このトゲは表面積を広げて浮力を大きくし、海の中で体を浮かばせるのに役立っていると考えられていますが、同時に敵から身を守る役割もあります。マンボウは全世界の熱帯温帯の海に広く分布します。しかしもともと彼らの祖先は岸辺や近海に生息するフグの仲間でした。それが外洋に進出し、クラゲなどを主に餌とすることによって調合相手が少ない生態に進化したのです。マンボウはこれまで外洋の表層で浮遊生活をしていると考えられてきましたが、
研究により生息の場は深海にまで及んでおり、海上で見せる姿は生態の一部に過ぎないことが分かってきました。発信機をつけた追跡調査で生息水深を一定させず、表層から水深800メートル程度までの間を往復していることが分かったのです。 25% 程度の時間を表層で過ごす個体がいる一方、水深200メートル以深の深海にいる時間がより長い個体もいました。このように彼らは高い潜水能力を持ち、餌のクラゲ類が密集した深海中層と表層を自在に行き来できるのです。また胃の中からはクラゲ以外に深海性のイカやエビ、イワシ、カニ、ホタテなどの残骸も発見されています。このことから餌を捕食するため海流に逆らって移動できるだけの遊泳力を持っていることもうかがえます。ですがこのように体が大きくて特殊な生態を持つマンボウは特別な飼育方法を必要とします。狭い水槽ではマンボウは体をうまく操縦できず、水槽の壁に体をこすって怪我をしてしまう恐れがあるからです。そのため水族館ではマンボウが体をこすらないようにビニールカーテンを吊るし、直方体の水槽を丸い形に変形する工夫がされています。水槽はまたマンボウの体型と習性から十分な深さを確保する必要もあります。こういった飼育が難しいという事実もマンボウ最弱説のイメージに拍車をかけていると考えられます。飼育下はともかく自然下では適応力のあるマンボウですが、2015年国際自然保護連合の発表により絶滅危惧種に指定されました。マンボウは台湾において特にカレン県が最大の産地で、マンボウ料理がメニューによく上がるそうです。癖がなく食べやすい上、コラーゲンをたくさん含んでいるので台湾の女性にマンボウ料理が好んで食べられるといいます。日本でも宮城や千葉、静岡、三重などでマンボウが食べられています。身は刺身や唐揚げにして食べられ、白身で柔らかく淡白な味わいだそうです。またキモヤチョウは独特の珍味とされ、格別に美味しいと言われています。このようにマンボウは食べることができるのですが、利用されているのが台湾や日本のごく一部であり、世界の国々ではマンボウを食べる文化はあまりないようです。このことからマンボウが乱獲されているとはあまり考えられず、そのため絶滅危惧種に指定された理由は混獲が原因の一つだとされています。混獲とは漁業の際取ろうと思っていない別の種や取ろうとする魚などの幼魚を意図せずに漁獲してしまうことを言います。現状ハエナワ漁や流し網漁などで混獲される例が相次いでいるそうです。また海水温の上昇によりマンボウが北海道のサケ定置網にかかることが多くなっているといいます。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。